モデルプレスイコール2024年3月27日、アベマの高校生による青春恋愛番組の今日、好きになりました。毎週月曜22時に参加していた岡田蓮、ミトユナが27日、東京、ゼップ羽田にて開催されたイベント、青春栽培今日、好きになりました。に出演した写真、今日好き、出身美女、ミューエストチラリ、岡田蓮ミトユナ、 ステージでほほキスカジュアルな T シャツスタイルで登場した二人。ミトゆなはタイトなミニ丈から美しいウエストを披露した。そして岡田がミトゆなの頬にキス。ラブラブっぷりがうかがえるステージで会場を盛り上げた。トークコーナーにて近況を聞かれると、ミトゆなが、あんまりお出かけとかはできないんですけど、と二人とも多忙がゆえに外出することは少ないというが、お互い4月が誕生日ということで、 お互い誕生日旅行を考えているので SNS 楽しみにしててくださいとファンに呼びかけた今日好きになりましたシリーズは恋の修学旅行をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組水戸ゆなはコスモス編カリン編と継続参加しみかん編の際にカリン編 で出会った岡田と再会。カップル成立となった。今日好き、初大型イベント、青春栽培今日、好きになりました。4月から新たに始まる、新生活、新学期、の前夜祭。今まで共に過ごした仲間との別れ、卒業、これから始まる新たな旅、出会い、に期待を抱くすべての若者たちと一つの思い出、青春、を同じ空間で作る、今日、好きになりました。 初の大型イベント25日に最終回を迎えた卒業編2024インセブ島に参加していたメンバーや2019年のハワイ編で成立し翌年結婚したエカマヤ前田春夫妻などこれまで今日好きの旅に参加したメンバーが集結しファッションステージやバラエティステージなどファンと共にイベントを大いに盛り上げる MC はお笑いコンビ ノンスタイルの井上祐介、YouTuber のカスが務める。モデルプレス編集部。